大型放射光施設スプリング8は1997年の供用開始以来、放射光を利用して構造解析、機能解析、イメージングなど様々な分野に応用されています。スプリング8では放射光粉末 X 線解説が行います。放射光粉末 X 線解説では粉末材料の結晶構造だけでなく電子密度のレベルまで解析することが可能です。この手法では試料に X 線を当てることで鉛のような X 線が透過しにくい試料や数ミリグラム程度の非常に小さな粉末試料でも高精度なデータを取得することができます。放射光粉末 X 線解説法では大きく分けて結晶の準備、解説実験、構造解析の3つの手順で試料の構造を決定します。まずは試料の準備です。試料は材質によらず結晶性の物質であれば何でも構いません。ただし理想的な条件を満たすために試料の粒子を数ミクロン程度に整える必要があります。次に解説実験です。これが今回解説実験を行う粉末結晶構造解析ビームライン BL02B2 です。このビームラインの実験ハッチには半導体検出器を搭載した粉末解説計が設置されています。実験の前には試料の種類などに基づいて測定の条件を決定する必要があります。キャピラリ試料をホルダーに固定します。ビームラインのハッチ内に試料をセットします。放射光を当てるため実験ハッチを閉めます。粉末解説の測定はソフトウェアにより自動化されています。温度可変実験ではあらかじめ決めておいた実験条件を制御ソフトウェアに読み込ませることで90ケルビンから1070ケルビンまで試料温度を制御した全自動粉末解説測定をすることができます。試料交換ロボットにより選択した試料が自動で回転ステージにマウントされます。試料の位置は X 線の光軸上に自動調整されます。入力した測定条件に従って自動的に装置が動き、試料に X 線を照射し測定を開始します。測定が終わると2シータに対する粉末解説パターンが得られます。データが得られると構造解析を行います。得られたデータはテキスト形式で任意のソフトウェアで観察することができます。このデータを解析することにより粉末試料の結晶構造が得られます。構造モデルを用いてリートベルト法による解析を行うことで粉末材料の結晶構造を得ることができます。次に各環境下での解説実験を紹介します。ヘリウムガス吹き付け装置を設置・利用することにより試料をおよそ25ケルビンの低温まで冷却して解説実験をすることができます。高温炉を設置・利用することにより試料をおよそ1473ケルビンの高温まで加熱した解説実験をすることができます。各種光学機器や高圧電源を持ち込むことによりレーザー光照射下や静電場を試料に引火したその場観察の解説実験をすることができます。ガス圧力制御装置を持ち込むことによりガスで満たされた環境下で圧力を制御したその場粉末解説実験をすることができます。